拡張夢の中に姉さんの一部があることは知ってたよ。マジで？だけど姉さんはまだ目覚めたくないって。目覚めたくないな。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。あれが拡張夢につながったマイヤの姿だったんかな。とりあえず過去の記憶編は終わった感じになるね。君の ID は記録し、あ、なんか話しかけられる。マイヤを目覚めさせる方法、改め聞いてこう。マイヤを目覚めさせるにはどうしたらいい。あの子が拡張夢のシステムの一部にな、どうにかしてネットは。これさっきと全く同じこと言うてないが、全く同じこと言うるん。一回聞いたことを改めて聞きよる感じになってるだけで。あ、でもソニアお母さんのこと。僕の母親ソニアサイオンについて知っていることを教えてくれないか。多分べっぴんさん。なんかシルエットでいまいち顔がわからんかったけど、多分べっぴんさんだろう。ソニアは博士の実験に協力するためにアストラムクローズに来たの。うん。元はこの都市で博士の保護を受けていた変異体だったらしいけど。いや、それやってさ、何かさ弱み握られてせざるを得んような状態になってるかもしれんしな。アストラムクローズを離れたって。パートナーって何？パートナーって何？なんかいかがわしい意味のパートナーじゃないよね。人生のパートナーはお父さんだけであってほしかった。旦那だけで。でも結局一人でこの都市に戻ってきた。息子をここに連れてきたかったってよく言ってたよ。おう、君のことだよね。そうだな。まだあるの？話すの疲れたみたいな顔やめてもらえませんか。何やったっけ、めっちゃおる。ソニアが話していたこと、お母さんか。母さんは僕のことについてどんな話をしていたんだろう。なんか知っとる顔やな。なんかとても愛してたって。我が子を愛することは別におかしいことではない。君を思って泣いていたよ。そうなのか。お父さんほんまどこ行ったんだろうな。だったら。だけどね、そもそももしかしたら変異体の迫害に巻き込まれてお父さんが亡くなったっていうパターンもあるそうだし、それに巻き込むぐらいだったら泣く泣く別れたっていう可能性もあるし。何？いや、ソニアはずっと過去に囚われていた。かわいそうだった。過去にも何かあるんじゃ。さらに過去にも何かあるんじゃ。もう分からんことだらけなんやな、結局このディスクローニャの世界観っていうか、ハルの両親との話に、暴走した被験体の話。12年前に暴走した被験体ってソニアだよ。だよね。12年前ソニアは博士の実験を乗っ取ろうとしたんだ。乗っ取ろうとしたんだ。そのせいであの塔は暴走して世界中に粒子汚染を撒き散らした。うわ、この現状、今の世界のほとんどが壊滅してる現状でそれだったん。母さんはどうしてそんなことを。もうバイオテロやもんな。現実に耐えられなかったんだ。ソニアにとって現実は悪夢そのもの。博士の被験体だったから。違う、博士はソニアを家族みたいに大事にしてたんだから。ああ、そう。なんか博士って結局いい人なんか悪い人なんか分からんような感じやもんな。両面があるけんさ。でもなんだよ。でもなんなの、そのデモの先が気になるんだよ僕は。時計塔のこと。あの時計塔は一体何なんだ。何なんだよ。それはバイオテロを起こすような機能だ。何なんだよお前、あの時計塔。あの時計塔は正式には量子観測塔って言うんだ。なんかバイオハザードだったらさ、アルバート・ウェスカーが目つけそうなやん。あの塔自体が
大規模な粒子観測施設の。この時代にさ、アンブレラがあったら絶対目つけてるからな。アンブレラの幹部だからな、博士。アストラムクローズは塔を中心とした実験都市だからね。外の都市もあれの動きを常に注視。今は警戒しているんだろうね。うん、警戒。博士はあれの鐘の音が実験が再開される合図と言っていた。えげつない実験してるんだね。なんかプレイヤーの想像よりさらにはるか上のえげつない実験してるんだね、これ。あの時博士の話していた相手は誰だ。そこまでしてさ、博士は何をしようとしようとんだろうな。実験で実験の成功イコール何なんだろう。もう十分でしょ。またの機会をお楽しみに。聞きたいことがもう一つある。アイリー、君のパス。リリーと戯れとこ。ハル、一度お外に出ないなの？街の様子が心配なのよ。そうやな、記憶空間の中に降り続けて外はどうなっとるかちょっと気になるところだよな。一番気になるのはアシュセンナやけどな。アシュセン今どこおるかなって思うやけどな。リリーの頭。あー、今日はちゃんとなでなでさせてくれるわ。なーで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 、最近失敗したけんな、なでなやね。動きが雑だみたいなこと言われた。よっしゃ、今日はよかった。ハルはリリーのことなでなでできて嬉しい？嬉しい。これグーグーできてる、これ。できてるかな。まあ、じゃあ外行くか。なんかやられてないことってあったっけ。いや、これやろうみたいな話なかったね。もう全部終わったな。だいぶ、あー、まだこの状態になっとんやな。博士の地、これ残されっぱなしになっとんやな、これ。もうなんかさ、ここから眺める外の風景もさ、全然違う形になっとくやんな。めっちゃ不穏な風景見えてるからな。出たところじゃねえよ、こんなん。ってぐらい。雰囲気めっちゃ変わってるよ、これって感じやけどさ。あ、やばいって。あの人が言っていた現実と夢を重ね合わせる実験ってこういうことなのか。え、これがそうなの？夢と現実重ね合わせたらこんなカオスな空間になるの？やめようよ。みんなが見ている悪夢がこの都市に融合していくんだ。みんな悪夢見すぎやろ、これ。どんだけ嫌なこと起きてんだ。ま、精神の不安定につながってるみたいなこと言おったもんな。あの子が見せてくれた夢にどんどん都市が近づいてきてる。そういえばそうだ、こんな感じの色だったもんな。拡張夢がこんなになってマイロが影響を受けてないか心配なの。ハル、お家に帰るなの。あ、家に帰るんじゃ。オッケー。確かにさ、家で留守番しっぱなしになっとる気がするけん。お、ケース遠ざけ、こんなところにおる。何してんだ、肩なんか抱いて。ケース遠ざけを管理局に連行中です。なんで誤解を招くことを言うな。ほんまよ。それじゃあこいつが何か悪いことをしたみたいな感じになっとる。連行ってな。同行とかそういう言い方してもらえないん。おじさん、また何か悪いことしたなの？言い方が悪すぎるんよ。今回この人無実やけん。またとはなんだ。ケース遠崎は怪我をしています。あ、肩に手当てと思うんだ。何があったんですか？大したことはない。うん。ん？
町がこんな状況だからな。管理局で保護してくれるそうだ。ああ。ま、あそこには用もあった。ちょうどいいさ。誰かに会おうとしてるな。お前、不用意に出歩くなよ。この町は今、危険だぞ。どういう危険なん？どういう意味の危険なんこれ？俺に言われるまでもないだろうがな。まあ雰囲気はやばいですけどさ。だからどう危険かって言ったら想像がつかんないけどな。システリアがさ、ナイフ持って歩き回るとかそういうエピソード1的な話なんやけんさ。想像がつかんな。どうした？どこまで？ああ。まだなんか話聞きたりするんかな。アイヌの時みたいに。ケイス遠ざきを。いや。そういうわけじゃなさそうかな。そうやな。よっしゃ、行こうか。異常ありません。いや、異常はあるわ。何が異常ありませんじゃん、お前。おかしくない？参ったな。お疲れ様。参ったな。こんな感じで研究員の間でも今すごい不安がみんなに伝わっとるってことが、ここら辺の文章を見よったらわかりますね。そんな感じで、わかったっけ。あ、今だったらさ、地下にわざわざ行くこともできるんやな。別に目的はないんやけど。ノエルどうしようかな、こんな状況でさ。わざわざこのタイミングでノエルのところ行くってさ、戻るってさ、なんか嫌なこと起きそうな気がする。大丈夫かな。ノエル暴走編とか始まらんかな。グキッギエーみたいなことにならんだろうかな。とりあえずさ、システリアが見つかったってこと。あ、なんだ？入っていきなり。ハル、誰かから通信が来てるなの。交代目で。誰かって誰か？ないのよ。多分あのお姉さんなの？あ、連絡してくれるって言おったもんな。何か分かったら。そういうことか。ああ。おう、アイリー。なんか分かった？コホン。システリアは大丈夫。解析も順調。うん。で、この人形の体へのアクセス履歴をたどってみたの。うんうん。拡張無からの波形パターンは大きく分けて2つ。つまり。アクセスした ID みたいな人かな。それはつまりシステリアに接続している人物は2人いるということだな。そういうこと。問題はマイヤともう一人が誰かという話か。一つは数日前からのもの。これはマイヤのだろうね。うん。もう一つはなんだ。誰。あータイミングが良すぎんかお前。また金が鳴ったね。おい、金、空気読めよお前。あの塔が再起動してから今日で7日目か。そうなんだよ。なんかいつの日かそんだけ日数経ってたんだよね。うん、だから未来を変えたらさ、いつの日かさ7日目になっとったんよ。今日がそのもう審判の日みたいなのがさ、今日で何かやばいこと起きるみたいな。え、マジか。じゃあ一回エピソード2で一回滅びるんかな。滅びの道閉じるんかな。どうなんだこれ。このまま拡張無にとどまっていると最悪の事態に巻き込まれるよ。わかった。こっちは解析を続ける。進展があったらまた連絡するよ。待って、はぐらかせたらもう一人誰やねん。もう一人誰。あの時計が動き出してから今日で7日目だ。ハル、ちょっと話そらされてさ、気づいてたけどさ、
もう一人の履歴誰そうよ、あと7日で滅びるのさ、7日目が来てしまったんか。年末年始の連休7日間あるけど、最後の11みたいな、そんな気分ですよこれ。ちなみに、せつなけいすけは年末年始のお休みは9日ももらいました。やったね、この世界観やったねの状況なんだけど、やったねって言うとこからな、お前。何の前やろ、部屋。あ、いつもそばにいてあげようっていう感じなんか、マイヤと。そのマイヤはさ、一応さ、調査が進められるだけでさ、別に無事やけん、安心してくれ。ハル、いたの。帰ってきたよ。お前のことが心配でな。ノエル、マイヤは拡張夢の中にいるんだ。ノエルはそれを知ってた。拡張夢の中に姉さんの一部があることは知ってたよ。マジで？だけど姉さんはまだ目覚めたくないって。目覚めたくないな。目覚められないじゃなくて目覚めたくないなんじゃ。え、なんだそれ。目覚めようと思えば目覚められるよみたいな言い方、なんなんそれ。今すぐ起こさなきゃダメだ。拡張夢がおかしくなってる。なんなんだ目覚めない理由って。拡張夢に言い続けなきゃいけない理由って何なん。君は拡張夢の中で何をしようとしているんだ。何を知ってるんだ。ノエル、ノエルはここで前を見てて。うん、わかった。でも早く戻ってきて。ん？あ、え、左手の力これでいいかな。来た。マイヤを通じて過去を見よんな、なんか。この先私に何かあった場合、この計画の実行は委ねる。これは一般研究員かな。覚えておきなさい。それともアイリか。あの鐘の鳴る音が融合実験が再開した合図だ。鐘が鳴ると同時にカイロス適合者は夢にとらわれて、拡張夢が徐々に現実を侵食していく。これは9年前に始まった実験の続きなんだ。その結果があの状況ってことか。いいかい、あの時計が動き始めたら誰よりも先に鍵を手に入れて塔の最上階に向かうんだ。最上階にある機構を制御するにはこれが必要になる。一つは私が持っている。もう片方は今この都市にはない。っていうのはアイリーが持っとって、そのアイリーは謎の空間に飛ばされてるからみたいな感じが。だが時が来れば戻ってくるはずだ。そして時が経ってアイリーがこの時代にやってきてここに来たみたいな感じかな。鐘の音とともにシステリアが目覚めて計画を助けてくれる。え、じゃあマイヤがシステリアに入ることはもうこの時点で確定済みだったんかな。そのように指令を出しておく。問題はマイヤだ。あの子の力は厄介だ。この言い方だったらマイヤはちゃうな。マイヤ以外のもう一つのログインって誰だったんだろう。それ以外そいつが博士に命令指示を受けてなんか行動しようってことやな。もしもあの子が未来を知れば確実にこの計画の障害となる。っていう通りに多分マイヤは博士の障害になるよう行動しようんかな。全てを話してもあの子は納得しない。そうやな、全てを話してもらった上で納得しないから何を聞いたんだ。そしてマイヤは何か知っとるんやな。やっぱまだ俺らが知らんこと。家族を危険にさらすような計画をあの子が黙って見過ごすなど。マイヤには知られたくない。ハルヤン巻き込みたくないんだ。俺かい
俺だったんか、ここで聞きよった。まさか自分自身だったんじゃ、記憶をなくしそうだけで、覚えてないだけでさ。マジかや。そうだな。あの子には眠ってもらおう。すべてが終わるまで。博士、ラムファード博士、こちらに来てもらえませんか。拡張無に少し異常が。すぐに行く。いや、ハル、この話聞いとったんかい。ここで待っていなさい。わいたちとんでもないことを知ってしまった。ん？目があった。君は誰？誰かが入っとる。マイヤ。あ、この時点でここにマイヤがおる。うわ、だいぶ重要な過去見えてるんじゃ今。そうか。都合よく拡張無が暴走したと思ったんだ。ノエルがやってることなんだね。知ってたよ。ずっと二人で僕のことを探ってたよね。違うよ。探ってたんじゃない。私たちはただ心配で、ハルの助けになりたかったの。あなたが私たちを遠ざけるようになった理由とか。ああ、この計画に関わらせたくないっていうハルの行動がちょっと気になっとったやな。全然わからないけど、苦しんでることはわかるから。一人で苦しむのはもうやめて。私たちは家族だよ。ハルが助けが必要ならいつだって。助けなんかいらない。どうせ全部跡形もなく消えてなくなってしまうんだから。こんなことになるならずっと一人でいるべきだった。ハルの中にも葛藤がある。外で殺されていった変異体みたいに僕もおとなしく死んでいれば。どうしてそんなことを言うの。マイヤだっていつかそう思うようになる。私はそんな風に思わない。何を知っても絶対に。どうしてそんなに苦しいの。博士があなたを苦しめてるの。違う。ハル、外に逃げよ。外に逃げよ。約束したよ。私とノエルにいつか外を見せてくれるって。できない。外に。約束ももう守れないんだ。早くあの時計が動いて全部過ぎ去ってしまえばいい。そんな怖い顔しても無駄だよ。無理をしてることくらいわかるんだから。こんなやりとりがあったんじゃ。わざとっただけで。なんだ今のは。3年前、博士とこの都市を崩壊させる計画を進めてたのは僕。ハルも関わっとったんか。その時のハル、どんな気持ちだったん。どんな気持ちで博士についとった。アッシュ、アッシュ戦。アッシュは、アッシュ戦。犯人にされとったんぞ、一時。アッシュ。まあ、こいつが犯人だよ、みたいに言うたら俺やけどさ。いいから、黙って聞け。なんでむしろ行きな。でもさ、何を話せばいいかな。とりあえず、印象的なこと言っとけ、お前。ここまでひどい話だと、さすがに、俺も笑えねえよ。お前、どうした。お前、なんかと戦いよったんか、お前。アッシュ。全てがだんだん。ダー誰かに撃たれた。局長、アッシュ、え、何があったんだ。え、待って、局長どこ、え、ど、何、え、局長どこ出てきた。待って、局長って名前出てきたの何なん。アッシュ、ハル、なんで局長の名前出てきたん今。リリ、
管理局に行こう。待って、なんで局長の名前出てきた？今ちょっと理解できんのやけど。なんで局長みたいな感じで言うたん。わからん。急展開すぎるわ。やばい、エピソード2のクライマックスかな、これ。そんな感じがするな。